ケモンパペット劇場パペロン。サムほらさっきからプル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 してだらしないわね。パーティーの準備があるんだから急がないと。いやそっちはふっかふかだからいいけど、こっちはツルツルだっつーの。そんなの私にだって知らないわよ。冬に文句言いなさいよ冬に。あーもうただでさえ寒いのに冬は肌が乾いてカッサカサだしよ。乾燥肌？めちゃくちゃ乾燥する。つらいよね冬の乾燥肌。あーわかる。全然わかんない。ちょいごめん私ふかふかだから。人が真剣に悩んでいるのにからかったりふざけたりしてるとそのうち。何？何？おいおいおいピカチュウ漏れてる。電気漏れてる。いやこれ。あごめん。近づかないで近づかない。なんだよどうしたんだよ。静電気。はあ？空気が乾燥しちゃうと静電気パチパチって。ああ、毎年冬になると辛くて。お前も大変だな。うん。おっしゃ一人で悩んでてもしょうがないっしょ。同じ冬の悩み持ってる者同士一緒にガンガン遊ぼうぜ。でもきっと迷惑。ああ迷惑とかないし静電気なんか楽勝だっつーの。はあ、ありがとう。うわあちょーい。あごめん。もういつまで拗ねてるのよ。おいピカチュウ寒いしほら元気出せって。大丈夫だから。大丈夫じゃないよ危ないから近づかないで。あーもうめんどくさいやつだな。ダメだよ近づいちゃ。え？きれい。